では今日のゲームハイライトで振り返ります。さて開幕2戦目、高田芳生先発のマウンド、これ移籍後初登板です。立ち上がりワンアウトランナー三塁、近藤セカンドゴロの間にタイガースが1点を先制します。でこの後ツーアウトランナーなしで4番の中田を迎えますが、ここは中田をサードゴロに打ち取りました。立ち上がりは1点でしのいだ中田芳生です。2回です。高田この回も先頭バッター出塁許したんですが、続く太田を内野ゴロに打ち取ります。これがダブルプレー、ツーアウトになって、でまたランナーを背負ったんですけども、ラストバッターの中島拓也、最後は素晴らしいまっすぐ三振を取りました。ファイターズ先発は加藤です。その加藤から2回ツーアウトランナー1塁で太田、これがライトスタンドへ、今シーズンの第1号、逆転のツーランホームランになります。2対1、イーグルスが試合をひっくり返します。逆転してもらった高田、3回です。ワンアウトランナー2塁で3番の近藤に、これ追い込んでいましたけれども、タイムリーを許します。2対2、同点とすると、その後ツーアウト満塁、このチャンスで3年目の野村、センターへ2点タイムリーとなって4対2、ファイターズ2点リードと変わります。ここで先発高田芳生はマウンドを降りました。さあそして4回、安楽がマウンド上がって、ここはピッチで中田を三振に取った場面、ピンチをしのいだ安楽です。6回です。満塁のピンチを招いた安楽、中田はレフトの前タイムリー、これが今シーズン初ヒット、タイムリーとなって5対2、ファイターズ3点リードです。イーグルス反撃は6回です。満塁からこれ小深田押し出しフォアボール、2番手の村田を攻めます。これで5対3、2点差。この後田中和樹も変わった堀から押し出しのフォアボール、5対4、1点差に迫ります。さあ一打逆転のチャンス、ここで島内でしたけれども、ショートライナーに倒れて、ここは1点差までということになりました。8回マウンド上は5人目の酒井です。でファイターズの方はワンアウトランナー2塁1塁で太田大志、太田の今シーズン初ヒット、タイムリーになりました。6対4、9回ビハインドのところブセニッツがマウンドに上がります。そのブセニッツが三塁二塁ピンチで近藤にセンターオーバーの2点タイムリースリーベースを許します。8対4とするとファイターズこの後ツーアウトランナー三塁で渡辺タイムリー、渡辺4安打、これでファイターズ9点目。最後は杉浦がマウンドに上がって締めたファイターズ、9対4でファイターズが今シーズンの8勝利を飾っています。